市街地の方に行って、今から YouTube ライブをしようと思います。いや、岩手から宮城までって三陸沿いを無料の高速区間があるんですよね。でそれを使わせてもらって、今無事にですね、北上町じゃなかった仙台市に入ってきました。皆さんこんばんは。熊本から来ました。ありがとうございます。ちょっと車が通るかもしれないです。少しこっちにずれましょうかね。すいません。わあ、マボチャンネルの T シャツまで着ていらっしゃる。ありがとうございます。うわあ、ちょっと先にステッカーからお配りしていきますね。ありがとうございます。あるかな、大丈夫かな。1枚で、すいません、ちょっと足りないかもしれないんで申し訳ないです。はい、ありがとうございます。お疲れ。あら、ワンちゃんね、かわいちゃんね。ありがとうございます。はい、どうぞ。ありがとうございます。うわー、すごい、ありがとうございます。ちょっと触っても大丈夫ですか。あらららららら。ね、かわいちゃんね。じゃあ、こちらから順番にカメラさんを次の組の方に持っていただいて、いう形で大丈夫ですか。はい。はい。はい。これ食べたことあります。細いやつですね。白石から来たので。うわ、大好き。うちの母親大好きなんですよ。わあ、ありがとうございます。いいですか。はい。いいですか。はい、お願いします。いいですか。ありがとうございます。おいで。はい、あっちだよ。はく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 、あっち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 。こっち、あ、こっち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 。こっちだ、はくはく、はいはい。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうね。ありがとうございます。あ、もうぜひ喜んで。あ、そうそう、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。こっちで、こっちで。いいんですか。明日じゃ動画で食べさせていただいていいですか。今日何%ですか。今日は 150%。 あ、うわ、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。さっきライブでしたリキューの牛タンが入ってます。うわー、本当に今日はありがとうございます。今ちょっとめっちゃ汗かいちゃったんでここでお風呂入ってきます。本当ありがとうございました。お疲れ様です。お仕事でお疲れなのに。はいはいはい。またね。またね。僕もね。ちょっと男性の方でお手伝いしてもらっていいですか。うわ、すごい、こんな。いいんですか。もうありがとうございます。もう結構使うんですよね、このサイズが。はい、すみません、ありがとうございます。すごい。どちらからいらっしゃったんですか。塩釜。はい。いや、めっちゃ行ってました、塩釜に。海沿いなんですか。海沿いです。一番も。あ、梅雨時忘れた。はい、仙台に入っての翌日です。昨日は8時から9時まで1時間枠で YouTube ライブやって。でその後視聴者さんが来られてですね、お土産とかたくさんもらいました。本当にありがとうございます。あら、今日もいい天気で洗濯日和だわ。洗濯日和ってコインランドリーで乾燥してるから天気関係ないじゃん。そんなことないですよ。気持ちも晴れますよ。誰もいないよ。旅やってんなあ。ほや、早く食べて。あら、靴下が1個ね。あなた、前の快活クラブで忘れてきたんじゃないんですか。よし、出発。なんでいつも着替え、洗濯物の入れるやつ ABC マートの袋なんだろう。いつもだもんね、だいたい ABC。さあ、出発。ホヤがうめんだ。なんやこれ、もう。いいや。あるね。オッケーオッケーオッケー。とこ走っちゃったのね。ちょっとわかんないな。今からナビセットするから、5の住所でいいから。あったあった。魚辺にお腹の右側。腹っていうのの右のね。あったあったあった。近く、あの近くまで行ったらわかるな。斜めから入っていかないといけないね。ちゃんとこう通り過ぎて、右斜めにこう入っていく感じだったかな。行って、右にね、右斜めに入っていく。右手に見えるのが北上川ですね。岩手の方から流れてる大きな川。わ、なんか登ってきたけど怖いな、ここ。怖いよ。怖いよ。怖いよ。ずらっていったらもうバキっていくからね。すごいね。うわ、でかっ。すごい。いやーって言ってるよ。メインスイッチ何個あるんだろうね、これ。なんだチップ線なんですかね、これね。8個。水拭き忘れたおはようちゃん。4月の1日の5時8分です。今日は宮城の仙台市の南側で1泊して、今日はホヤを探して回ろうと思います。でもね、なかなか時期的にホヤがないらしいんですよね。視聴者さんからも DM で結構情報いただいて、今の時期結構厳しいかもなーっていう反面、スーパーに勤められてる方とか店頭に並んでるよっていう情報をいただいたんで、この方あれだな、浜生姜好きって書いてありますね。眠れずにいたんだろう。ちょっとビーズになっちゃった。つけない今日はね、視聴者さんからいただいた牛タンもね、ジュージュー焼いて、白いご飯にワンバウンドさせて、バクッと食べて、筋子とホヤをビャンビャンって飲んで、はーってなりたいね。もう、なんか元気が出たな。いやー、宮城最終日なんで、しっかり楽しんで帰ろう。よっしゃ、出発しよう。熊本から来ました。これメカブですか？熊本の金漁海藻。金漁さん、はい、すぐ近くです。はい。そうなんですか。はい。天草に行く途中にあるんですよ。右側に金漁海藻さん。メカブですか、これ？こっちが茎わかめになるんですか？いや、こっちがゴミ。もうゴミ。そうですね。震災の後初めて来たんですよ。あっちも大変だったもんね。そうですね、熊本もですね。あれ超えたんですか。うわ。半分以下でも防波堤あったんだけど。全然やったから。これはもう集落だったんだよね。家が建ってたんですね。すごいな。いいんですか。これ湯通しパッとする感じでいいんですかね。色変わった。色変わりますね。結構大きく叩いて食べるの、あんまりちっちゃくするより自分大きく、大きい方が好きなんですよね。いいんですか、そんな。そんないっぱいいいんですか。いいんですか。ありがとうございます。やったー。うん、いいですか、させてもらって。あ、魚釣りやったり、ね、渓流釣りやったりとかしてます。はい、よかったら見てください。ありがとうございます。うん、ぜひちょっとさせてもらいますね。うわー、美味しそう。今まだホヤの時期じゃないんですよね。藤の花が咲くぐらいって言いますよね。ああ、スーパーとか行ったらちょこっと置いてあるんですかね。ああ、そうなんあ、そうなんですか。ちょっと早起きしてるんで寒得しちゃったんです頑張ってください。ありがとうございます。なんてなんて今度来る時絡みで来ないでね。ああ、わかった。オッケーオッケー。うん、わかりました。頑張ってください。ありがとうございます。なんて？この人の話を本にしてた。ああ、大丈夫大丈夫。俺の人だから。あ、そうなんですか。じゃあ頑張ってください。やったー。わあ、漁師さんからもらっちゃったよ、ほら。でっか。あ、8時からだ。ちょうど8時だ。すげえ俺。俺すげえ。さあ、ホヤあるかな。これ安い。これ1400円だって。安い。すげえ。腹の刺し身。きれい。おかも欲しい。やべ、ホヤがねえ。ホヤが売ってね、どうしよう。ホヤがないよ。あのメカジキうまそうだったな。ここ行ってみよう。出るね。おはようございます。ホヤを探してるんですけどないですよね。これじゃないです。ああ、これだ。あったー。仙台の方から探してきました。そうだったんですか。はい。大きいですね。そうですね。これ近所なんですけど。すごい。うわー。大きいかなと。パイナップルですね。これが。うわー。あったよー。あ、そうですか。はい。これ今朝とか水揚げされた。今朝水揚げされた。あ、そうなんですか。わ。なので。鮮度抜群です。うわー、すごい。わあ、白魚がある、ほら。これ一個いくらぐらいするんですか。200円ほどですね、大きい方が。最後もうちょっと安いかな。発送とかはしていただけるんですか。発送を20個とかでできます。あ、大丈夫です、できますよ。はい。じゃあ今日食べる分を3つで。はい、ありがとうございます。はい、月曜日に買って送るんで、どちらまで。熊本県なんですけど。はい。すごい。そうなんですか。はい。いや、すごい。ちょっと熊本なんですよ。YouTube で、マボチャンネルと申します。マボチャンネルさん。はい。どんな感じの。釣りとかキャンプとか、こうやって旅やったりとかですね。そうなんですか。っていうの。はい。なんか目飛び出ちゃって。目がガーンって。そう。よくご存知で。ここですよね。そうですそうです。はい。2つとりあえずカットしてもらって。ここから包丁くるっと入れてもらったと、指でくるんとやってずるっと向けて。そうです、中にちょっと糞があるんで黒っぽくなってるところを包丁でこうふーって削るとその膜が取れるんで、あと水で流してもらって薄くあとは切ってもらえば。何か旅されてこう来たんですか。そうですね、ちょっとグルメ旅みたいなのですね、北上してですね、説明書までいただきました。あ、これちょっとね、大体はい、ここに、はい、お届け先の住所いいですか、ごめんなさい。株式会社磯谷水産さん、家にお土産で発送してもらいます。あ、海もある。それで1万円からします。はい、223円です。はい、そうですね、天草っていうところがこういう感じでちょっとリアス式になってるんですよ。なってるのがあるんですか。機会があったらまた削りまで来ていただいて、ここら界隈も来ます。水曜日チェックで送りさせてもらいます。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、すいません、ありがとうございます。やったぞ、ホヤゲットしたぜ。それじゃあ、ホヤオープン。じゃじゃーん、持っていくか。こんなでかいよ。あー、これでね、700円ぐらい。説明書も一緒に入れて。あ、酢の物とか天ぷらもいいんだね。したー。あ、梅雨時忘れた。とろろ昆布、視聴者さんからもらったやつ、これ食べてみよう。カップとポータブル電源。非常にお清潔な炊飯ジャーだね。お米は1合で。それじゃあ、メインスイッチオン、そして炊飯ジャーのスイッチオン。よし、ちゃんとなってる、なってるね。よし、じゃあオープン。うわ、ほや、ほら、こんなでかい。ほら、手と比べてもこんなに。まずここら辺ぐらいからいってみようか。うわ、やっぱほら、プッシュって出た。ここから、まあ、2つにちょっと巻いてみよう。あー、すごいね、こんな感じ。いや、すげえ。うわー、綺麗な身。よしよし、OK。で、キッチンペーパーで水気を取って、よし、じゃあちょっと切っていきます。いやー、もう宮城県といったらこれでしょ、やっぱり。絶対美味しいよ、この三陸産のね、今日取れたホヤ。いただきます。甘っ、これうますぎるぞ。なんか今の時期ね、苦いって言われてるんですけど、全然苦くない。これ逆光？もしかして。お、これベイベーな感じじゃない？ナマコのこのわたがこの量食べてるって感じ。海の旨味を凝縮した感じ。で、これね、水飲むと分かるんですけど、ホヤ食べた後にですね、あー、水がね、めちゃくちゃ甘いんですよね。なんでだろう、これ。ホヤ、熊本からわざわざこれを食べに来ました。熊本から来ました。ありがとうございます。ホヤ食べられます？食べないですか。やっぱ結構苦手な方多いみたいですね。食わず嫌いなんだけど、大体シーズンになると1個100円ぐらいです。そうですね。ああ、そうですか。ありがとうございます。やっぱね、宮城の方、優しい方ばっかりだね。今日も三陸の持病発病します。周りに人がいらっしゃるからね、あんまり大きな声でおつゆ用にホヤをちょっと切ってみますね。切ったホヤを入れて。でお水を入れます。あちゃ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 、お米オープン。じゃじゃーん、スティック、よいしょ。過去一ご飯の炊け方も最高だぜこれ。ちょっと待ってよ、じゃじゃーん、すじこか、これこれをねご飯にのっけていきますね。よし、じゃあすじこいただきます。うーん、あ、これたくさん食べるやつじゃない、これ結構しょっぺで、これはやばいよ親とすじこ丼です。出来上がり。醤油をちょっとかけてホヤ丼いただきます。うーん、在所あー、やっぱりね海の食べ物で一番美味しいかもしれない。うん、すじこ合う。沸騰してきた。なんだろうこれ、いちご煮の匂いがする。全部こっちに飛ばされる。これどっからこれ風吹きさらしてんだこれ。よし、あ、おいしい、あ、おいしい。私ができたらこのとろろ昆布。いやー、視聴者さんありがとうございます。いただきます。ほらほら、あ、これご飯に入れよう、ちょっと。あ、美味しい。何もかもがねレベチだねこれ。これイン。とろろ昆布汁です。いただきます。ね、やっぱ海の調味料だねこれ。なんかタンが甘い香りがするね。うわ、うまそう。じゃあね、仙台名物牛タンいただきます。うん、いやめちゃくちゃうまいこれ。脂がね甘い。これ多分相当高いタンだと思う。今まで食べたことないもん。いただきます。噛めば噛むほどうまみが出てくる。視聴者さんありがとうございます。いただきます。油がね、ほら滴り落ちてる。なんか目を閉じるとね、宮城県の歴史が見えてくる。うん、東日本大震災があった後、初めて東北に来たんで、いろいろそれを振り返って見ていこうと思います。しまう、力尽きてしまう、大きな何かに動かされてる。なんでこのタイミング。リレーを変えてみますね。